昨日まで実施されていた大学入学共通テストで県内の受験生1人が不正行為をしたとして失格となりました大学入試センターによりますと昨日午前実施された数学の試験中に県内の会場で受験していた1人が使用が禁止されている定規を使って問題用紙に線を引いているのを複数の試験官が確認したということです 街頭の受験生は失格となりましたまた同様の不正行為は東京都でも確認され全国で2人が失格となりました一方これまでにスマートフォンを使った不正行為は確認されていないということです